さあ、前回と一緒一緒。レベル1の盗賊、盗みができる子やってみたいな。この実況はニックとご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。38から使えるマギクロス、魔法の杖は3本並べて使ったらいい。オッケー、やってみよう。あのね、杖持ってじゃん、うん、で右クリを長押ししながらスクロール、おお、ほんとだっていうね。なるほど。そうするとあのリチャージがね、はいはいはい、早く済めば。うわ、でもむずいな、この攻撃の仕方。よくできるな。え？もう俺2323、2234ってね、引っ張らしてるんで。数字ボタン押してるの？ボタンも押してる。もうこの場で動かないやっぱりこっちの方が楽だなと。ああ。スクロールが下手くそすぎた。これはあるかも。この状態でもあり。D キーを長押しして動きながらマウスで視点を変えて2と3ボタンをゆっくり交互に打つ。そういうことによって円の攻撃。魔法って大変ね。選べなくていい。でイヤホンかけて。俺のやつ安かったよ。ないやつ。まあ、リッケがイヤホンさんして使ってるやつ。そんな高くなかった覚えがある。終わった。お疲れ。帰る俺。帰ってきちゃえば。え？やらかした。どうもー、リプテンでーす。録画をしてませんでした。福引きが死んだ。待ってよ。まず大前提だけど、俺たちは、今俺は、バトルマスターになってるわけで。じゃあ、そうだ、バトルマスターの初めか。取れてないのは。そう、取れてない。で、ハコさんが俺が今50になって、幸運に取れたから、最初福引きやってそんないいのでなくて、今、ね、逆に良かったね。いいのでなくて。そうだね。焦った今。なんていうの、まさか気づかなかったら、ずーっと俺たち無駄に喋ってる。カジノレベル2に来たから。なるほどね。やってください。はーい。あー、よかった。今気づいてよかった。あと1万4000。すげー、1人だと本当に熱いレベル上がるんだ。でもね、2人でやらないとね、いかんのですよ。あと1レベルだね。だって、これさ。2人で強くなんだけど、グラップ。探検ボンバーヘッド。一発でこれまでいった。いいね、簡単になるな。攻撃レベルもあと250で上がるんだから。あんま来てねえ。相手も盗めなかったとかって。そう、盗めなかった。あ、そうだよ、リプテン。あ、そっか、剣の熟練度を上げるからな。うん、探検の状態盗んだ、6上がったってこと。探検今いくつなの？探検5。じゃああと2だね。盗みのレベル上がってるのか、これ。上がってる。すごい見づらいけどね、一瞬だから。あの、一回殴るのやめないと左下出てこないよ。とりあえずでもいい。じゃあ普通に戦っていいんだ。うん、あんまり盗める。そんなやっぱ都合よくバーって一気に上がったりはしないね。けどあの減ることはない。
ぱ上がってはいい。うん、3万3000円で3万3800円とかになったら、その運悪いとまた3万3000円ぐらいに戻って、で2000円とかゲットして上がってみたいな感じで、ちょこちょこ上がってる感じ。5000枚。多分ここのランク2のカジノの最高金額は5000枚だな。枚、うん、いや2000枚、 OK、 4万超えた。よし、まあまあまあ一旦このぐらい、4万ちょっとまで貯まったから、これは交換せずにまた今度用に取っといて、あのアイテム交換してもコインがなくならないぐらいの量は持っといた方が絶対にいいから、これはこのぐらいで取っといて、私もレベル上げ戻ります。ああ、そうね、隠れや早く。俺は50レベルになった。つい。せい。終わりー。ナイス。帰りまーす。幸運アップ。攻撃力アップ、宝探しってなんだ、守備力アップ、まあ、なくてもいいよ、いい MP プラス100、いらないね、宝探しはマジでいらないと思う。おお、そんなにか、うん、状態異常自動回復率アップ、随時回復魔法、回復魔法効果アップ、 MP の節約、あースキルポイントが足らない。よいしょら、こら、せんも6時に6時ね。うん。で、じゃあ早くレベル上げたいキャラで来てくれ。マジ？ちょっと今すぐじゃあ行こう。うん、何のあれもしない。チケットは使っといてね。オッケー。今から倒すモンスターの名前を見よう。バグルメタル。うん、1万9000。あざーす。ずーっとね、ぶん殴られながら待ってた。はい、あ、アグレメタルだ。お、6レベル、6レベル。お、いいね、さっきの2レベルだから。はい、どうぞ。あ、取っちゃった。え？ハグレ来た。オッケー。じゃあ俺が入る。近くのやつ行っちゃうんだよね。あ、いた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 。オッケー、来た来た来た。扉の門番は OK、 26000、うわ、すったうめえ、めちゃ上がった、最高最高。終わり。前回ってか、その次、おえ？よし、いい反応が取れた。すげえ広がったじゃん。見てごらんよ。武器種で分けてるから、ちゃんと。本当だ。え？同じ建物だよね。伸ばしたの？屋根はちょっと作ってないけど、広げたね、ずいぶん広げた広げた。いや、いい話、これは素晴らしい。いやそう、武器探すのめんどいかなと思って全部分けた。あの右上はあれ勇者剣ね、左が剣。あ、本当だ。そうそうそう、
いやこんなに急にさ、拳はね、普通に広がってて反応しないやついたから、うん、そいつはもうバカでしょ。それかあれやる？ん？どうぞ。あの俺がここでやって、うん、あの紫のワープゲート集める。それかリプテンここにいて俺が紫のワープゲート集めに行こうか。ワープゲート？ゲートブロックの？ゲートブロックまだ足らないじゃん。あれここだったっけ？3の次が紫だから、ここ。あれ紫って足らないんだったっけ？集めてないよね、だって。確認していいじゃん。うん。紫は特にやれてないんだな。うん、マジでないと思う。4、8、10。あったあった。さっさと行くぜ。終わり。ナイス。これも範囲回復のやつ売りたいな。あー、ブルーオーバー持って帰ろう。レベルアップ。もしかして何がブロックが、あ、1個あった。まさかの皆殺しの剣だ。よし、はい、ボス終了。終了。あ、いや、速攻だったぜ今回は。ホーリーランス盗賊の証。おお、ブロック1個あった。よし、あと7個。ホイミン出ちゃったけど倒しても大丈夫。え、何？ホイミン。メタル。あ、大丈夫だよ。倒しちゃう。ちょ。あと1上がれば魔法剣全員使えるようになる。伝承じゃないの？必要なアイテムだけ買ったら。おっしゃ、ゲートブロックあった。金の中から。これはありがたい。ナイス。お、ゲートブロック。魔法戦士キアリー。一旦変えてくるか。
Okay. あとどんぐらいで ?51?16。すみませんね、okay. 私です。レグラップあそこ今、壊したのか。Yes。よし、5つ。またかよ。なんか急に猛毒だけ食らってボス戦行った。あのボス戦の行くルートに猛毒あるんだよ。アグレメタル6レベル、26,700。猫耳。あーもう1個出た。あと何個ぐらい？あと3つかな。ボス部屋の場所沼なんだけど。ボス部屋の入り口が沼で毒入ってからって何よ。ではリー1個あった。あ、オッケー、ゲートブロック。あ、めっちゃいいじゃん、星フル腕は入ってる。ごめんなさいね、星フル腕。星フル腕は結構使うからな。ゲートブロック俺一人で3つ集めた。マジ？そういうとこあるよね。勇者スティーブン待って。どうやって何、あったあったあった。悪魔系9144、自然が5270、5287、スライム4918、ゾンビ4515、特殊系が2493、ドラゴン766、物質7664、魔獣が1851、メタル系2000、じゃあ間違えた、208、バニラが4、バニラが2978だね。一番倒してんの俺悪魔系だ。そうだよね、そうだね。バス乗る前にセブン来てんだよ。セブン最大 HP、 聖剣図、捨て身。いいのかな、もっと電信経験値アップするようなやつ作って。足だけなの？それだけしか知らないな。あればな、あればいいよね、結構。ね。しかも35レベルからだからさ、結構重要だよね。割と経験値もらえるときに、ビビたるものなんだよな。変わってない感じもしちゃうし。今回もテニスって新ネタなのかな。なんじゃない。新ネタなんだ。M1 だから。めっちゃ気合い入れた。レベルアップ50。もうそろそろじゃない。今10月入ったのか。入ったね。オッケー、50レベル。ナイス。帰るわ、疲れた。帰ろう。 MP 吸収率 10% と 10% ドラゴン斬り魔法剣使用か。来たね、とうとう。いいよ、習得しました。誰でも魔法剣が使えるようになる。これは今ない。だから好きな魔法剣にしたらいいよ。 HP 回復もあるし、 MP 回復もあるし、炎とか毒とかいろいろとあるし。うん、よし。じゃあということでございまして、今回でレベルをね、まあ、随分と上げましたよ。上がりましたね。基本的に50、50、50、50、50で。そうね。
じゃあということでございまして、うん、次回は、ステージ6に戻ってちょっと再度試してみよう、戦えるかですよ。ということでね、今年がこれで終わりです。マイクラの終わりです。12月の20じゃあ12月のプラス、あ、終わりじゃねえじゃん。あ、終わりじゃない。あ、12月土曜日って5日間のね。え、来週もあります。来週もえ、あ、うん、そうだね、あるね、 あります、うん、まあでもさすがにこれ一つにまとめてるよな、前回、うん、来週12月だから今年で終わりじゃなくて、今年最後はステージ6に潜っていくということ。ということでまた次回お疲れ様でした。お疲れ様でした。この実況はニックとご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。